今回は上掛けのハメ手を紹介したいと思います。黒が小目に打った時に白が一間に高くかかってきた時に使えるハメ手なんですけどここで黒 A とこちらに上に掛けてくハメ手があるんですね。この手がですね研究してみると非常に有力なハメ手だったので今回紹介したいと思います。でこのハメ手を知るきっかけがですねあるトッププロが書いたハメ手の解説の本に このハメ手が紹介されてたんですけど、で、そのハメ手のですね、解説見たんですけど、なんかちょっと現代の感覚とはちょっと違ってて、で、AI を使って実際に調べてみたんですね。そしたら、評価がですね、真逆だったりしたので、今回、まあその辺も含めて解説したいなと思います。で、まずですね、この手に対しては、まず白こちらに打つのが、 絶対の一手。まあほぼ絶対の一手かなと思いますね。まあこちらに打つのは抑え込まれてこれ白まずいですからね。ただからこの初手は白はここに打つ一択なのかなと思いますね。でここで黒が跳ねてくるんですけどでここでね次の一手がですね白からかなり選択肢がたくさんありまして。 これがですね、トッププロでも最善に打つっていうのは非常に難しいんですよね。まあ、まず白が良くない図から紹介していくんですけど、こちらに曲がるのはですね、黒に引かれてしまって、これこの後白が良くなることないんですよね。これはやはり黒にいい形になってしまって、まあこの後白どうでも良くならないので、これ白失敗ですね。で、切る手も戦えそうなんですけど、ここに引かれてしまって、まあ白、 最前は取りぐらいなんですけど、当てられて、取って、まあ、真ん中を重視するなら上に伸びると。まあ、これでも黒立派な形ですし、字を重視するならこちらにこすんで根拠も奪ってますし、黒の実類も大きいので、これ黒がいい別れなんですね。だからこの2つの選択はあまり良くないので、まあ、実質この3択、ABC の3択になるわけですね。で、本に紹介されてた変化なんですけど、 こちらにつける手が紹介されてました。こちらにつけて、黒割り込んで、切って、当てて、押さえて、取って、で、ここまでで一段落ということで、これがですね、本は白がハマりが立ちで、あの、黒の厚みが立派という評価だったんですね。で、これ本当かなと思って実際に AI 使って調べてみたんですけど、実際の評価は、これ白の実例結構大きいんですよね、隅の。 味の実利が結構大きくて、まだ切りの断点もあるので、実際の評価は白悪くないんですよね。なので、本に書いてあったこととは結構真逆な AI の評価だったので、まあ実際は白、これで打てるかなと思いますね。これでも。まあ白の実利が大きいので。まあこれでも打てそうです。で、これ僕が出した結論なんですけど、先に僕の結論から言うと、これ、こちらに跳ねるのが白の祭典かなと思いますね。 まあこれでまあ黒を抑え込んでいくのはね下がっててまあこれはまあハてきたら駆け継ぎでこれはまあ白がやれそうですしまあ切りもちょっと無理気味で下がりでちょっと明らかに隅の黒の方が結構深刻な形なのでこれ白やれそうな戦いなんですねなので跳ねていくのが最善ではあるかなと思いますねで切るんですけどこれはやっぱり下がってこれ黒の 形が悪すぎるんですよね、切った形が。この断、断点も残ってますし、隅の、まあ、例えばこの断点守ると、こっちに付けられてしまって、引かれて、これ黒がね、結構深刻な、ぐずんでも下がられて、隅が深刻な状況なので、これは、白が戦える形かなと思いますね。まあ、跳ね出してきても、切って、まあ、継ぐとね、 取られちゃいますからね。だら継ぐ手がないので、まあ、こっち打つんですけど。まあ、これは取っといて。まぁカケツぐらい打っといてね。まあ、これにも受けといて。まあ、やっぱり白両方、そんなに攻められない形ですので。まあ、黒、生きれたとしても隅すごい小さい木なので、これやっぱり両方打ててる白がいい別れかなと思いますね。なので最善としては、 こちらに、この形は、ハメ手破りとしては、こっちらに跳ねていけば白が打てる分かれになるかなと思いますね。で、これ問題なのがね、この跳ねる手が本には全く触れてなくて、で、本に載ってたね、ハメ手破りなんですけど、これがね、なんかここに打つのがね、ハメ手破りと解説されてたんですね。で、こちらに黒が打って、まず本に載ってた変化を紹介するんですけど、こちらに打って、 で黒に何か調子を与えないでこちらに打ってなんか白がはめて破りで白がいいという別れで紹介されてたんですよね。で実際にこれ AI を使って調べてみたんですけどこれここにまあ黒このあとケマ打つんですけどまあ本人はここまでしか載ってなくてこのあと黒ケイマに打つんですよね。このの後にめちゃめちちゃゃ 味が悪いんですよね。で、相場としては何か隅行ってもいって受けるぐらいが相場になるんですね。例えばこういう手だと、ちょっとすごい効かされですし、あの、跳ね継ぎが効いちゃうんですよね。跳ね継ぎが効いてもすごいちょっと白効かされで、これ別に白がいい分かれとも言えないと思いますね。これ黒も打てる分かれかなと思いますね。あの、いいって必要であればね。で、こっち打つのも、まあ、結局、 まあもう一手継がれてしまって、まだ隅の味が悪いんですよね。あの、ここに跳ねてく味があって、相当味悪いんですよね、これが。なので、まあ、最低限、まあ、ここに打って、こうの味はありますからね。ここの、このこの味はいつまで経っても最低限ありますから。これいつまで経ってもこれ、味の悪い形なんですね。だから、ここに打たれた時に白が困ってしまうんですね。こう打っても、また、 しっかり次で外側手厚く打たれてまだ相当結局味悪いのでまあこの味の悪さが残り続けるので白がいい別れとも言えないのかなと思いますねでこれもう一つ黒からこっちに打つ手もありましてでこっちに打った時はまあ切るんですけど意外とこの最初に打ったね黒石をね軽く見られて まあ隅に打たれてしまって、これがね、実は、別に白がいいとも言い切れないんですよね。そんなに黒悪くないというか、まあほぼ互角の分かれなんですよね。まあこれは抑えることになって、これで一段落なんですけど、まあここら辺に黒から利き筋がたくさんありますから、意外とこれ黒が打てる分かれなんですよね。でまあここに打ったら黒石取れるんですけど、これはやっぱり黒に滑る手が残ってしまいまして、 まあ黒の実利がすごい大きいですし滑られると白の根拠もなくなって攻められる可能性があるのでこれも白よくないんですよね。だからまあこういう分かれになる。抑える一定になるんですけどまこれ黒も打てる分かれかなと思います。まあほぼ互角と言っていいのかなと思いますね。手割りのね考え方を使ってこの形考えてみると。まあ黒がコスミを打ってこちらに打って まあこれがあんまり良くないんだけど、まあ白こう打ったり屈で、まあこの黒のつけれて大握手なんですよね。で、ここに切った時に、まあ白が、まあここで白番だったら本来ここに打たないといけない形なんですよね。しっかり取らないといけない形。まあこれで白がめちゃめちゃいい別れなんだけど、こうなれば。ここに打ったり屈なんですよね。で、この手が、まああんまり働きが良くない手なので、まあ木三角という形で。 非常に効率の悪い形なので、まあ、この手が大悪臭なので、まあ、お互い大悪臭を打ってるので、まあ、ほぼ互角の分かれと見ることができるのかなと思います。マイナーなハメ手なんですけど、有力なハメ手ではあるのかなと思います。